乙女ゲ芸の攻略対象になりました。は、秋目人による日本のライトノベルである。イラストは、森沢春之。アスキーメディアワークスより刊行されている。体育学園では、創立者のことにより、高等部で3年に1度、幸運の冠を選出するイベントが行われる。全校生徒の中から、冠候補、騎士が4人ずつ選ばれ、騎士によって、幸運の冠が選ばれるのである。 今年はなぜか、ホタカミという仏面が5人目の騎手となっている。という乙女ゲーム、フォーチュンクラウンをプレイしていた妹。このホタカミの攻略ルートに入ると、港のデッドエンドを迎える率が高すぎると、妹が愚痴を言うのを聞いていた、草壁港。という記憶を持つ、俺は、ホタカミだ。この、前世への俺である。 草壁港の記憶が確かなら、主人公が俺の攻略ルートに入ったら、俺は死んでしまうんじゃしかし、観候補たちは俺を落とそうと迫ってくるし、どうすりゃいいのさ。2012年1月 ISBN 978から4から04から87万880から。 72012年5月 ISBN978 から4から04から88万6557から9。ありがとうございます。